それでは定例記者会見を始めさせていただきます。まず初めに説明があります。知事、よろしくお願いします。はい。まず、24時間365日、DV の電話相談の実施についてです。大阪府では女性相談センター及び子ども家庭センターにおいて、DV 被害者の相談支援を行っています。府及び府内市町村が対応した相談件数はここ数年増加し続け、深刻な状況が続いています。このため本日から新たに夜間、祝日においても電話相談を実施をし、24時間365日、隙間なく府民からの相談に対応することといたしました。女性相談センターや子ども家庭センターでは、警察などの関係機関と連携をしながら、被害者の状況に応じた支援を行っております。DV に苦しんでいる方は、一人で悩みを抱えず、女性相談センターなどの窓口に相談をしてください。また、周りに DV の被害に遭っているかもしれないと思う人がおられたら、こうした窓口を紹介をし、相談するよう進めていただきたいと思います。次に、ハッピージョブフェスタ開催についてです。大阪府では、公民戦略連携デスクを窓口に、様々な分野において民間企業との連携を進めているところです。特に包括、連携協定を結んでいるセブンイレブンジャパンには、すでに高齢者の職域拡大や地域での見守り活動など多大なご協力をいただいています。この度、女性の活躍推進の面でも新たに連携を進めていくことといたしました。その第一弾として、3月14日に梅田の、ハービスホールにて、復職転職を目指す女性向けの合同企業説明会ハッピージョブフェスフェアを開催をいたします。セブンイレブンジャパンに加え、イトーヨーカドー、ロフト、赤ちゃん本舗などセブン&アイホールディングスの傘下の企業6社にご出展いただきます。また三井生命など女性の活躍推進に積極的な企業も参加いただく予定です。デスクが開拓した、結果、前回に比べて参加企業数も倍増をしております。当日、は先着150名の方を対象にメンタリスト、DAIGO さんによるセミナー就活メンタリズムを開催をいたします。他にも女性の働き方を応援するセミナーも実施する予定です。会場では、無料の一時保育サービスも実施しますので、子ども連れでの参加も可能です。当日は私も会場で皆さんへの応援メッセージをお伝えをいたします。復職転職を目指す女性の、皆さん積極的な参加をお待ちをしています。次に、現代アートの世界に輝く新生発掘プロジェクト第5回公募入選作品の開催についてです。障害のある方々にとって芸術文化活動は自立や社会参加につながることに加え、自己実現を果たすための方策の一つです。大阪府では障害のある方々がアーティストとして自立するチャレンジを支援するため、公募展開催事業に加え、福祉基金を活用したアートフェアへの出展など作品の販売を支援をしているところです。5回目となる今年度は過去最多の885点の応募があり、現代アートの専門家による審査を得て、57点の入選作品を選出をいたしました。今週26日から梅田スカイビルの空中庭園展望台において、入選作品のうち、よりすぐりの作品を先行展示いたします。また、3月22日からは、府立江ノ小島の文化芸術創造センターにて、入選作品57点を一堂に集めた展覧会を開催します。展覧会の会場では展示作品を購入をしていただきます。私も昨年作品を購入をいたしました。今年も、最終日の表彰式に出席をするために会場に参ります。個性やパワーあふれる作品に出会うことを楽しみにしています。加えて入選作品をデザインしたノート、クリアファイルなどのオリジナルグッズも販売をいたします。作品やグッズを購入いただくと障害ある方の収入に結びつきますので、
府民の皆さんにはぜひ会場にお出かけいただき、購入をお願いをしたいと思います。また報道各社の皆さんには障害者アートが広く認知されるようにご協力をお願いします。僕からは以上です。それでは質問をお受けしたいと思います。まずはじめに読売テレビの質問です。はい、DV の相談の件なんですけれども、うん、それまでは皆さんは聞いていなかったということなので、実際の件数とかはないと思うんですけれども、例えば警報とかに対して、夜間での相談というのはかなり割合としては多くなっています。実質は夜間やってませんから、夜間だけが増えているということではありませんが、やはり、昼間並みに夜間の相談もあると、こういうふうに思っています。今回このように24時間364日というのを踏み切った経緯としまして、例えば府の方にやはりそういう時間帯をやってほしいだとか、何かその被害者の方だったり支援団体の方から何かしらの要望等があったかなど、このように踏み切った経緯や背景というのはどういうところがありますでしょうか。これは先ほど申し上げましたけれども、府内、そして、大阪府が受けている分、そして市町村が受けている DV 相談、これはこの数年、非常に増加しておりまして、深刻な状況にある。さらに、大阪府警の方からも、この DV 相談において、夜間はもう警察に集中してしまうという部分からですね、大阪府としてもやはりその、役割分担というよりやっぱり府として、その警察に相談している、集中している部分を少し警察のそういうところも手軽に、するためにですね、要望を受けておりますし、それも踏まえた中で、今回、本日より、夜間相談を実施するということにいたしました。日常ケアについてなんですけれども、コミュニティですかという問題が、本当に非常に活発に出るんですけれども、今後どういった企業やと、どういった機関の参加して、どんな影響で行ってみたいかと、今後のビジョンがあったら。いや、もうこれどういう、今後どういうというよりも、民間の皆さんでぜひ、部長と一緒に組むことでお互いウィンウィンになるというそういうアイデアがあれば、もう何でも、どんなことでもご相談をいただきたい、こう思ってます。スピード感を持ってご返事をいたしますし、そんな中でやはり行政と民間がタッグを組むことで、府民福祉の向上と民間のその企業の成長につながるというのが一番の目的ですから、どの分野ということで、こう区切っていくことはありません。発表の方とはまた別のことになるんですけれども、今日は大阪市議会の方で委員会が開かれておりまして、福祉推進局について議論が始まりまして、お城の方から総合部の検討という公明党が発表している議論に対して、総合部の検討部分を入れる配慮した部分を見立てて、可決の見通しということになっているんですけれども、それに関する受け止めと、あと、前々からその福祉推進局に関しては、この協定書の修正などの業務についても、以前は想定されていたかと思うんですけれども、こういった業務のことを、この推進局の事務として、地域としては担っていくというふうにお考えなのか、業務についてはどう考えますか。担っていきますよ。これは福祉推進局の事務方業務としては、まず統治機構の、大都市の制度、統治機構のあり方として、府民、市民にとって、その一番こう100点満点というのはどこが100点満点か分かりませんけど、東京都制度でもね、それが100点満点だということにはなっていない。まだまだそのこう不十分と感じられている方もいらっしゃるわけでね、100点満点はないですけども、今の大阪府と大阪市のこの二重行政、そして、市内において基礎自治体の不十分さ、こういうものを考えたときに、それよりもやはり、より優れた、それよりも少しでもいい制度を作っていくための、その
案、これ公明党さんは今総合区とおっしゃってるわけで、我々はやっぱり総合区というよりもより住民の住民自治が、確立されるのは特別区だと思ってますから、そういう、より具体的なあのそれぞれ政党の案が出てきたらそれを、両方とも、まあ、全ての案をしっかり検証して横に並べて、どれが一番大阪にとってとあの大都市制度としてふさわしいかの、まあ深掘りの議論をしていく、そのための資料を整えたりですね、その議論をするための叩き台のそういう、材料すべて揃えていくのが、区所推進局の役割だと思います。いやもう非常に歓迎、大歓迎ですよ、ね、前回の大阪会議の時にね、府市連携局を否決されてね、まさに、事務局体制は不十分でしたよ、やはりより具体的なそういうプラン案を作るには政治家だけでは方向性を示して、でも中身のその精緻な、そういう、プランニングは政治家だけではできません。ここが一番公務員の得意分野なわけです。そういうものをそういう精緻なそういうプランを作ると、計画とかね、そういうのも全てですけど、だから今回大阪府大阪市で、共同での事務局、職員、まあ僕も大阪市の職員に指示命令ができる、市長もその職員に指示命令ができる、そういう、共同設置のね、事務機能が充実されたことは非常にされるということに賛成いただけるということは非常に歓迎しています。まあ、公明党さんの総合区についても公明党さんだけではね、政治家だけではこれ、あれ8区から13区ですか、公明党さんの案は本当に、その総合区への権限以上の幅と、財源以上の幅と、それから人口規模とどういうふうな密接な関係の中で、住民自治機能が拡充されるかどうかというのは政治家だけではなかなかできません。このエリアに、の住民は、どういう、層の方々が多いのかとかね、高齢者世帯なのか子育て世帯なのか、それからまた違うエリアでは、住居よりも企業数が多いとか、そういうものを全て、数字に基づく根拠にある資料をもとに総合区の議論もなされるべきだと思ってますから、我々は特別、公明党さんが総合区という案を出されてきたんでね、そんな中で、非常に公明党さんの大阪の都市機構に対して、公明党さんは公明党さんなりのに真剣に、取り組もうという、そういう、熱意を感じてますから非常にありがたいと思います。他にございますか。総合区の関連で確認しますが、特別区とその総合区の扱いというような形で推定されていると思うんですけれども、特別区といいますか、区ごとについては時間をかけて、お仕事に対して推定させていただいたばかりですけれども、今後その、法律上は総合区を作れることになっているので、特別区がどうなるか別として、その前段階として総合区でやってみるということも今の段階です。可能性としてはありますか。いや、まずは中身の議論をして、今まだ中身のどちらが優位性があるのかね、それは我々は特別区を主張しているわけですから、住民自治の観点から言うと
よりやっぱり住民の意思が反映されるのは特別区です。区長を選挙で選ぶわけです。区議会議員ができるわけです。選挙で選べるからこそね、まあその時は多分その時は区民税になるんですけど、区民税として、区民の皆さんは財布を預けれるわけですよね。選挙で選んでるからこそ。ただその特別区でそういう形を作れば、それなりにやはり、経費もコストもかかってしまいます。だからその部分、そういう、コストというものを僕は、まあ、デメリットとは見てませんけど、これは住民自治の機能拡充のための経費ですから、デメリットとは僕は思わないんですけども、5月の17日 の住民投票の時にはね、そのコストというものに対しては非常にネガティブなキャンペーンが張られたわけです。だからその特別区というのは住民自治機能は上がるけれども、コストはかかる。その反と、やはり住民自治機能というのは大阪市を残したもので、今の行政区よりは多少機能強化されるけれども、完全な住民自治との、自治体にはならないわけですね、統合区。そういうところを比較対象していく中で、最後はやっぱり市民の皆さんの判断を仰ぎたいと思っています。だから今の時点でどちらだということを我々が決めるべきではないと思っています。以前、まあ、だいぶ前にもなりますけども、巡航先生といいますか、そういったものも必要というような意見も、知事も以前発表して仕事練習おっしゃってましたけど、これはどういうことで今のお考えとしてか。だからそれも巡航先生の制度を入れるかどうかということも、まあ、福祉と推進本部の大都市制度 の、その仕組みというそういう議論をするテーブルにおいて、議論していけばいいんじゃないかと思います。読売新聞の話です。関連して1点なんですけど、今公明さんのマードされている統合区についても、まあ事務方も入って、まあ、たたき台を作ってということになると、まあ単純に言うと、まあ倍ほどの時間がかかってくるのではないかなというようにも思うんですけど、今後そのスケジュール感への影響っていうのは全然なくなりますか。いや、僕はスケジュールありきでね、この議論を完結させようとは思ってません。いや、任期はありますよ、任期は。政治家としての任期ないと。これは当たり前の話。これはもう今の府議会、市議会のメンバーも、あと3年です。その任期の中で自分が、公約は実現するのは、これは当たり前の話なんですけども、その任期中という期間はありますけども、その前倒しで、来年までにこれをやりたいとか、そういうふうに期間を区切ろうとは思ってます。そうすると、まあ放送というか特別区を中心に、まあ、住民投票まで、まあ、任期中にということで、まあ、考えておられたと思うんですけど、そこに、まあ、統合区の検討ということも入ってきたときに、どうしても物理的な時間が増えてしまうというふうにはちょっと感じるんですけど、それともやはり任期中には一旦こちらでどう進めるかということの結論を出して、その住民の考えを聞くというところまでは進めたいと。もちろんです。それは公約ですから、ただ統合区の案が、ね、入ったからといって特別区の案については、例えば国との財政調整の在り方とか、そういう部分については橋本市長と僕の時代で、要は去年の5月の17日以前の段階で、人口規模がどう変わるとか、そういう形の議論をやっていきますけど、もう中身についてのその特別区の大きな権限の部分とか、そういう部分はあらかた議論は整理されてますから、一から特別区と総合区の議論をするんではなくて、特別区についてはもう3年間、議論をしてきた積み上げがありますから、総合区の議論が入ったからといって、それほど
2倍の時間が必要になる、まあ、以前特別区の議論をしていたり、そういうと2倍の時間になるんじゃないかということにはならないと思います。朝日新聞の宮崎です。先ほどの川口の質問にちょっとまた関連してなんですけれども、都構想というかその特別区を掲げていらっしゃるわけですけれども、先行して例えば総合区を入れてその発展系として、特別区という形にする可能性というのもあるんですか。それは東京都が東選区長を作ったというその東京都のそういう流れですよね。ただその場合はまずは都が出来上がってましたからね。区と市をまずは公的行政を一元化をして、都が出来上がってる中での要は特別区長の交代というものになっていた経緯があります。まあ、それと全く一緒ではないですけども、まあ、総合から特別区へ順次バージョンアップされるというやり方だと思いますけど、それちょっと、我々の、公約、まあ、任期内の公約ということであれば公約を果たしていないという形になると思いますので、今回は新たなその設計図を、住民の皆さんの意見を聞くということですからね。今僕の考えの中でもまずは総合区で、そして時期が来れば時代が変われば特別区というふうに、そういうふうなちょっと時間軸のその工程を頭の中に入れてはいません。ありがとうございます。ありがとうございました。細かいことなんですけど、首都推進局に関して、その吉村市長が、まあ、公明党のプラン、譲歩というとあれですけども、いう形になりまして、その府議会の方では条例の文言であるとか、その首都推進局の設置要項なんかの文言の修正というのはお考えなんですか。その辺は全然お考えなんですか。いや、これは共同設置の事務局を作るわけですから、府市、議案については同じ議案になります。公明党も、まあ、テーブルについてくると思われるんですけども、で、まあ、その自民党が、まあ、求めて、これで開催見送られましたけども、その大阪会議の扱いに関して、知事としては、お考えとしてはもう開催しなくていいという。まあ、必要ないでしょ。この間の大阪会議ね、あれ自民党申し入れてきたなと思って、会議あれやらなくて正解でしたよ。恥かくだけですから。あれもしやってれば研究所のまさに今議案になる、公営権管轄権の議案をまず一番でやるのは当たり前ですよね。この議会に提案するわけですから、大阪市議会が。で、我々も我々大阪府側はもう可決成立してるわけですから、その提案したときにもう全く自民党内意見バラバラじゃないですか。だから逆に言うと、ようあんな提案してきたな今思えばね。その以前は何か意見合ってるようなあれふりしてたんですかね。フレンデ会議ができたとか全く違うということですから、要は自民党大阪府議会自民党もね、あれが高い派からミス化されて、もうやめといたらどうということで、やめた結果、自分たち配置したらあかんでよかったなと思いますよね。でも副市と推進局、事務方が機能が確立されれば、副市と推進本部の中で、本部会議の中で、大都市制度の在り方、それから副市との定義、それから大都市としてのさまざまな成長のための
手段、手法、そういうものも、要は党案件も含めて、そこで、より精緻な議論ができますから、まあ、大阪会議は役割は多いかなと思っています。まあ、ただ僕は大阪会議を、こういう条例をね、もう、やめればいいとか、そういう話をしてるんじゃないと、これは議員提案で出されたもんですから、あくまで議会が判断するもんやというふうに思います。現在認定こども園の整備ということが重要ですけども、幼稚園や阪南市の方で認定こども園の整備について保護者やここでも応募するような機会を置いているかと思うのですけども、急激な改善というのがいいなと思うんですけれども、その最近の最初の方策として考えていらっしゃった知事と市長を超えていたらどのようにいらっしゃいますか。僕はその僕は地元やるなんてね、法律のね、幼稚園、保育園、これやはり経費かかりすぎです。公務員ですから全部やるのが、民間 の幼稚園、保育園とは、その運営経費や人件費含めてね、やはり、ここは民間に、変わっていくべきだと思います。で、どの自治体もやはり財政的な、そういう負担、こういうことから、公でこれから幼稚園保育園を全てやるということについては府民の、に対しての、まあ、負担を、市民に対して負担を増やすことだから、形を変えていこうと、そこは分かりますけど、そこは分かるけどね、それで、まあ、要は市民は子育て世帯は負担になる、負担になるけど、負担はそういう子育て世帯には求めておいて、どの自治体も、今回の、人間の勧告を受けてね、給料を増やしてます。職員、それから首長、それから議会、これどうやって理解されるのというところが僕は一番問題だと思いますね。要は業格でいろんなサービスを削ることになるわけです。でもそれはこれからの時代であり、公が公務員が全て幼稚園も保育園もやると、これ経費かかりすぎる、その経費負担は市民がするわけですから、だから、多少なりとも、近くにあった方がいいのに、ちょっと遠くにの保育園、そういう施設に行くと、保育園幼稚園行くと、だからそこは市民の皆さん負担をしてくださいよということを求めながらね、で自分らの給料をみんな上げてるんですと、これはねもう全くね、ちょっと理解できない、だからそこをまず削って、それでも公立の保育園幼稚園は成り立たないんだということであれば僕は理解されると思います。もう根本のところがね、みんな間違ってると思います。だから八尾市なんて下水道負担金まで上げるらしいからね、下水道負担金を上げるし、さまざまなところで、要は公共料金の値上げあって、で市長の給料も給料上がって、で議会の給料も上がるようにね、この間維新の会の3人の議員にね、自分たちの給料はね、受け取り教育せえって言いましたよ。情けない、本当に。だから、結局そういうことが積み上がっていって、やっぱりサービスを充実させている自治体の方に、まあ、人が僕は移ってるんだなと思いますね。全国の自治体の中でも、その大阪府下の自治体というのは、全国の認定の運営に急いでいるというか、非常に速いスピードで、もちろん市民の皆さんのニーズというのが一番大切なわけです、ただしそのニーズを全て実現するためのコスト、これも全て役所の中にいる我々側の財布からお金出るんじゃないんで、全ては市民の皆さん、府民の皆さんの財布からお金が出てる
そこで足りなくて借金したら次の世代に付けを回すと。だからそういう、市民や府民の、ちょっと痛みに伴うとか負担に合うとか、そういう部分についてはですね、もう十二分な説明が必要で、十二分な説明をするためにはまずは徹底した役所内の改革、そういうことをやった上で説明しないと説得力はないと思ってます。他にございますか。日本経済新聞の金田です。はい、国勢調査の速報についてもう一度お尋ねします。月曜日の最長寿命のお話伺っていましたけれども、今さっきもおっしゃったように、その府内の自治体におけるその、人口の動き、大阪市北摂のように増えているところと周辺で減っているところの差というのは、行政サービスの差ですか、それが反映されて影響しているんじゃないかという話でしたけれども、その後政治に資料などご覧になってですね、地域としては他に、どんな要因があるというふうに分析されていらっしゃいますか。これは、全体とすればやはり、首都圏にへの人口の集中ですよね。これが非常に顕著に、現れている。大阪府においても、68年ぶりにこれ減少に転じてるわけですからね。だからもう、これは何度も申し上げてますけども、これ関西全体で見るとね、もうもっと早くから全体の関西の人口というのは減ってきてるわけです。関西全体で見ると、だからその僕は非常にそれに対しての強い危機感を持ってるんで、関西が一つになるためにはまずは大阪が一つになって、要は働く場所を作っていく、その経済のパイを広げていく、これが一番、もう一番の重要なポイント、こういうふうに思ってます。だから定住人口については大阪府の場合は、68年ぶりにというか、これ残念ながら減少いたしましたけども、流動人口についてはここ数年伸びていってるわけですよ。これは海外からのお客様も含めてね、こういう方々がによって消費が拡大されれば、また新たなビジネスチャンスというものが生まれて、そこに雇用が生まれるんだ。これはもう本当にこれでしょぼんとしてね、もう下を向いてる、落ち込んでも仕方がない。だから今少しずつ、大阪の経済が、前週見てても少し良くなってきてる。言っても47都道府県の中で、税収規模は2番なわけですから、愛知がトヨタがあると言っても大阪の方が税収上がってるわけですからね。法人利用を中心とした、それだけやっぱり元気な企業もあるということですから、この今のね、大阪の持つ、大阪エリアが持つこのポテンシャル、民間ポテンシャルをもう最大限、引き伸ばしていくような施策、これをやっぱりもうスピード感を持って、実現していきたいと思っています。今の話の中にもありましたけれども、周辺の県ですね、兵庫県や京都府2回で減少してたし、それからあと、府内の衛星都市からとの関係というのはちょっと私、今、正確に覚えてませんけれども、結構、東京への流出も多いですが、周辺からですね、大阪市に、移ってきている、方も多いわけで、そこら辺は、今おっしゃった文脈でいうと、ある程度その大阪で、こういうの場などを創出しようとしているので、ある程度しようがないということなんでしょうか。いや、ある程度というか、もうまさに自治体間競争、人自治体間との競争としては、橋本市長がやってきた4年間の、大阪市 の、その新規施策、大阪
難しい以外の皆さん方に受け入れられてるんだろうな、だから大阪市に人口が集まってきてるんだろうなと思います。ありがとうございました。読売新聞の藤原です。都構想の仕事なんですが、総合区の議論があるからなんでしょうけども、大体知事のご説明が都構想のやる理由について住民自治の拡充というところにちょっと偏っているのかなという印象があるんですけども、工事の一元化のためにね、都構想をやらなければいけないというのはその今現在からどういう思いですか。いや、もちろんやらなければなりません。そこも大事なんですけど、要は総合区との一番の違いのところで、住民自治の拡充ということを、最近よく、情報を出させていただいている、発信している意見、まさに、広域の一元化についても、俺何度も言ってますけど、今は僕と吉村市長で、広域行政については人間関係の中で、役所同士はまとめ上げることができて、でもやっぱり議会が違うんで、これがズレを生じているところもまだまだ、これを人による脆弱な制度ではなくて、しっかりと脆弱なものじゃなくてシステム制度として、もう二度と広域がバラバラにならない、その仕組みを作るのが、大阪の構想です。でそこは非常に重要な大阪都構想の我々主張している、大都市制度の重要な、分野と思いますね。それに付随してなんですけども、理想としては今の大阪市域だけではなくて、そこに隣接する例えば堺市なんかも含めてそういう大きい大阪都構想を将来的に目指していくべきだという考えには関係ないです。全く変わってません。そう目指していくべきだと思ってますけども、堺市とはこれはもう全く、首長の判断として真逆なんです、これ今の時点で、堺とこの話をしても竹山市長はもうそういう、土俵には乗ってこないんで、これは乗ってこないのを分かってる中でも時間の無駄ですから、やっぱりこれは堺市民にこれから訴えていって、堺市民の民意というものを醸成していくしかないと思います。産経新聞の方といいますと、若干ちょっと政務という関係、関わるかどうかちょっと微妙なところですけど、これは先日オリックスの宮内シニアドバイザーがですね、東京の方に、行って長くなってですね、で、こっちの方をこう客観的に見たときに、なんかその政治的に喧嘩ばっかりしているようなイメージがあって、こうなんか関西がこう一体となってですねやるというイメージがないような、そういう発言もあるんですけど、そういった発言に対して知事としての説明としてはどうでしょうか。だから一体になるために、この要は降格泡飛ばす議論をやってるわけです、これはちょっと一体になれるんならね、大阪と大阪市もそうですけど、今のようなバラバラ関西みたいな言われ方はしません。だからそれぞれが持ってる権限をね移していくという話ですから、だからこそねそこには既得権益があるんです、自分でその持ってる権限をね話したいなんていう風潮はね、日本に僕と、橋本市長と吉村市長ぐらいしかいないじゃないですか。大体みんなね、自分が一度持ったらその権限を守りたい、それを持つことで要は権力者になれるわけですから、だからこう関西のバラバラ感と言われますけど、一つにするための今もう本気のね、議論をやってる。でも最後は民主主義なんで民意です。そこで決めてもらいたい。
要は制度として一つになれば宮内さんの、ね、ご心配はいらんわけです。それが同州制です、関西州、という制度として、一つに、なれば、ね、もう、まさに制度として成り立っているわけでバラバラにはなりませんけど、そうなるときには、その例えば同州をやる今の、その状況の中で同州をやるとすれば全員の知事が自分が辞めてもいいよという気にならないとできません。だから今のやはり、その現状においては、ね、非常に、それぞれの権限を守りたいという中ではやはり東京から見たときには関西、もう少しまとまれよというふうに見られるのは仕方がないかなと思います。東京は制度として成り立っているわけです。ありがとうございます。他にもございますか。大阪日市の先生とかにも町づくりのことでお伺いしたいんですが、今の計画を出すんではない梅田ゆりの大学計画なんですけども、昨年11月に第7回の、大阪駅周辺地域部会が開かれて、その中で中核企業について議論があったと思うんですが、今年度内にもその中核企業の一定の方向性が出されるということになっていたと思うんですけども、改めてこの梅北日記にですね、大阪、関西の経済に与える影響、インパクトというのは、どのように考えますか。いや、これはもう、まさに大阪の玄関口の話になりますんで、梅北というところに、世界から人材を集めてくる、そういうイノベーションを起こせる拠点を作らなければならないと思ってます。ただ、イノベーションを起こせる分野が何なのか。イノベーションを起こせる、そういうのは具体にどういう企業、どういう研究施設、の複合体なのかというところは、これは今これを公募しているわけですから、民間の皆さんの知恵を絞ってもらいたいと思います。その知事がおっしゃられたその民間の事業者さんなんですけども、すでに20社が選定されてて、新年度にもまた二次募集かけるということだと思うんですが、なかなかちょっと今の段階では見にくいところもあると思うんですが、その事業者に対してこういったアイデアとかこういったプランとかを期待する部分というのもしあれば。いや、だからそれは大阪のね、既存ポテンシャルをとの融合をしてもらえるようなプランニングをお願いをしたいと思います。今僕がより具体なというね、ちょっとなかなか言いにくいです。今これから選ぶわけです。だから僕が一番期待してるのは大阪の今持ってる既存のポテンシャルとか、中小企業の力であったり、大阪府は力を入れてるのはライフサイエンス支援であったり、そういうことであったりね、そういうものをこういうをできて圧倒的なインセンティブが生まれるというところのプランをぜひ民間の知恵で出してもらいたいと思います。ご意見ございますか。内容でしたらこれで終了させていただきます。どうもありがとうございました。